マシナルとは、アメリカ合衆国の儀曲、劇作家、ジャーナリストのソフィートレドウェル作。1928年、アーサー・ホップキンス演出で初演された。殺人罪により、デンキースで処刑された、実在の女性ルース・スナイダーの事件にインスパイアされたもので、アメリカ演劇史上最高の表現主義演劇の一つと言われている。ヒロインは、母親と二人暮らしの即記者。 上司と結婚、子供を出産した後、若い男と関係も持つ。邪魔になった夫を殺し、有罪判決を受け、電気ースで処刑される。ロバート・エドモンド・ジョーンズによる法廷の舞台デザイン、同じく、独房の舞台デザインアーサー・ホップキンス制作、演出のマシナルは1928年9月7日に、ブロードウェイのプリマス劇場で幕開きし、全91回公演で、 1928年11月24日が最終日となった。舞台美術はロバート・エドモンド・ジョーンズ。背景を変えないオープンステージを用い、ライティングで場面転換をした。全二幕で第一幕は10場、第二幕は4場。クラーク・ゲーブルの舞台初出演作としても知られる。イギリスではザ・ライフ・マシンという題名で1931年に 上演された。シアターマガジン氏の編集者ペリトン・マックスウェールは、現実に起きた、凄惨な殺人事件を、芸術の域にまで高めたとし、特に、ソフィートレッドウェル、アーサー・ホープキンス、そして、ジータ・ジョアンの3人の功績を称えている。ニューヨーク・タイムズ・がミノ・ブロックス・アトキンソンも、作家、役者、プロデューサーの技術が、キャラクターの美を引き出せたと評価した。 1954年1月18日 NBC のロバート・モンゴメリー・プレゼンツの1エピソードとしてドラマ化された。監督はペリー・ラファティ。主演はジョーン・ロリング。1960年8月14日 ITV のアームチェア・ミステリー・シアターの1エピソードとしてドラマ化された。監督はフィリップ・サビル。主演はジョアンナ・ダ・ナム。 カナダのケープブレトン大学での上演風景カナダのケープブレトン大学での上演風景ありがとうございます。